はい、こんにちは、スクキュアカメと申します。それではアイワナゴーバナナズ、早速ですね、続きをやっていきたいと思います。ステージ4のね、なんか可愛らしいフルーティーなステージなんですけどいきなり死んだけど、むずくない？ここは下がるときに行きたい。ここいきなりむずいぞ。行っちゃえ行っちゃえ。飛んでこない？これ、行ったけどさ、あぶね、これマジで、あぶね、あぶね、行った、戻ってこれたけど、あぶね、これやばい、俺死ぬかもこれ。この一マスから出るやつ、あう、あぶね、ほっ、あう、問題はあいつを壊した後に俺が上に戻れないということなんですよね。あ、ダメか、うわ、ここはなんとかなる、ここはなんとかなるんだが、逆にここで壊しながら行っちゃうか。なるほど、確実に行こうなんて思わないで、あう、もう無理やり行こう。おし、くそー、もう力押しで行こう。あん、お、行ったのに、くそー、もうゴリ寄せゴリ寄せ、死んでるうちに行けるようになる。あう、よいしょ、もうとにかく勢いで行こう。おっしゃ、行った、やっと行った。ここめっちゃむずかった。多分上手い人がやればあそこから打って戻ることも上にできるんでしょうけど、俺それできなかったから、もう無理やりダイレクトでやるしかなかったな。あう、そんな抜けんの、あそこでも、こっからできんのは本当に嬉しい。よし、オッケー。で、ここ、またこれ、何もない。それが上がってくんのか。あれ、でもここはさっきのところほどじゃない。オッケー。で、あう、そのまま下に降りちゃっていいな、あれ。ほい、行った行った。で、こ、よし、やっとセーブ。これでボスですね。どんなボスなんだろう、超怖い。D でデモプレイになってんだけど、どういうことなの。まあ、もう一回見るけど、とりあえずちょっと D でデモプレイを見てみよう。どういうこと？このコンペイトを撃つってこと。はい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 みたいな感じね。おっておっけ、まあやって覚えよう、これは。ってことは、あんま距離近くない方がいいよね。あ、やっちゃった。ってことは、あんま距離近くない方がいいな。はやはやはい、
はい、はい、はい。あ、うう、ここで2回か。なるほどね。1、2、3、4でいこう。1、2、3、4、5。急に、音ゲーになりましたね。はい、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 はい。とにかく、死んで覚えていくしかないな、これ。はい、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 ははいか。はい、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 ははい、みたいな感じね。はい、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 ははい、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 あ、ははい、はいって感じね。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。なんかちょっと長生きできたな。はい、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 あ、は、はい、はいか。基本それかな。いけなくなさそうだな。はい、はい、は、はい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 、は、はい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 、は、はい、はい、はい、あ、ここで、たたんか。はい、はい、はい、は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 い、はい、はい、はい。ここのリズム、わかんないな。ちょっとね、デモプレイを見てみまして、いけそうな気はしてきましたね。はい、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 はい。まさかのね、急に音ゲーになっちゃいましたけど、デモプレイ見る限りだといけなくはなさそう。はい、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 はい。これを繰り返すと。はい、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 おう、最後変わんのこれ。あ、でももうこれで終わりだもんな。いけんな。急にね、音ゲーになってびっくりしましたけど、意外といけなくなさそうですね。はい、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 はい。結構この猿可愛いんだよな。は、はい、はい。どっからね、こんなにたくさんのコンペイトを出してんだっていう話なんですけど。ほい。は、はい、はい、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 たん、たん、たん。はい、はい、はい。へい、へい、へい。はい、はい、はい。はい。お、倒しましたね。イエーイ。お、ワールド4クリア。Take the boss item です。ちょ、待ってよ。あのさ、俺気づいたんだけどさ、なんか今までこんな黒いのなかったじゃん。何あれ、罠でしょ。あそこまで行った時になんか出てくるでしょ。絶対。うっ、ドンちゃん、真上に来んじゃねえの。あ、分かってたのにさ。またこっからなんだけどさ。くそー。ドン、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 カカ、ドン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 、カカ、ドン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 、カカ、ドン。もう一回遊べるドンってことなんですかね、これ。余計なお世話だ、ほんと。はい。はい、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 へい、へい、へい。カッカッカ。くそー。早く消えろ、もう。え、これどうすりゃいいの？ジャンプで。いけんね、よーし！くそー。もう一回遊べるドンじゃない、やかましいわ。よし！というわけで、じゃあ、ワールド4が、これで終了しまして、ワールド5が出ましたね。
で、ただワールド4も隠しアイテム取れなかったんで、もう一回後で来ることにはなりますが、ね、意外と難しかったワールド4ですけれども、まあ、クリアできたので良かったです。というわけでですね、次回ワールド5を進めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。